皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学1日5問問題練習の27日目です。では問題を見ていきます。括弧1、次の計算をしましょう。丸1、マイナス6引くマイナス3足すプラス5と、この引き算と足し算の場合、すべてを足し算に直して計算していきます。そうすると、マイナス6、足す、足し算に直すと、ここの符号が変わって、プラス3と、足す、プラス5と、こうなりますね。ここでは、後ろに不正の数が2つあるので、ここの部分を先に計算しちゃいましょう。と、マイナス6、足す、プラス3とプラス5で、プラス8と。こうなります。負の数と正の数、絶対値の大きいのは正の数なので、答えはプラスの符号がついて、絶対値は引き算、8引く6で2と、プラス2がこの答えです。このプラス、正の数はね、このプラスの符号を省いて2、こう表すこともできるので、2というのも正解になりますね。括弧2、次の計算をしましょう。丸1、3引く8、括弧がついていない式の計算ですね。3引く8の3は正の数、引く8、これは負の数と考えます。正の数と負の数、負の数の方が絶対値が大きいので、答えには負の符号マイナスがついて、数字は引き算、8引く3で5ですから、答えはマイナス5になります。この負の符号の答えの場合、これマイナスは省略できないので、覚えておいてください。丸2番、マイナス6足す9、マイナス6は負の数、足す9の9は正の数と考えます。そうすると絶対値、正の数が絶対値大きいので、答えは正の数になります。そして数字は引き算、9引く6をやると3ですから、ではプラスの符号を使わないで3とここでは書いております。もちろんプラス3と書いても正解になりますね。括弧3、次の計算をしましょう。丸1、プラス5かけるプラス8、正の数同士の2数の掛け算は答え正の数になります。プラスですね。そして5は40となって、プラス40が答えですね。丸2、マイナス6かけるマイナス7、負の数同士の2数の掛け算、これも答えは正の数になりましたね。つまりプラスの数です。プラス6、7、42で、プラス42が答えです。丸3番、マイナス8かけるプラス3、負の数と正の数ね、符号が違う2数の掛け算は答え負の数になりましたから、マイナスの符号をつけて、8324と、マイナス24、これが答えです。丸4番、マイナス5かける0ですね。どんな数でも0と掛け算をしたら答えは0ですから、この場合も0になるんですね。括弧4番、工夫して計算しましょう。丸1番をマイナス19かけるプラス6分の1かけるマイナス12と、この掛け算だけの式の場合、掛け算どこから計算しても答えは同じになりました。ここではプラス6分の1かけるマイナス12から計算していきたいと思います。そうするとマイナス19かける、ここでは約分できるので約分をしちゃいます。6とマイナス12、約分するとマイナス2ですよね。答えマイナス2、こうなってマイナス19かけるマイナス2、負の数同士の2数の掛け算になりました。答えは正の数ですね。プラス19かける2は38、プラス38がこの計算の答えです。括弧5番、積の符号に気をつけて計算しましょうと。
ここでちょっとルールを確認しておきます。この掛け算がずっといくつかの数掛け算しているとき、その中に負の数が偶数個ある場合は答えは正の数になりました。また、負の数が奇数個あるとき、この場合は答えは負の数になったんですね。ではこれを利用して計算します。ここでは負の数いくつかというと、マイナス3とマイナス4と2個あります。偶数ですから答えは正の数になるので、正の符号をつけてこの数字絶対値は掛け算しましょう。 3×2×4 こうなりますね。3×2=6、6×4=24なのでプラス24、これが計算の答えです。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。